と思います。全日本プロレスのね、吉立選手に来てもらってます。吉立です、よろしくお願いします。いやもうね、実は昨日ね、全日本プロレス浜松大会がありまして、今日はね、YouTube でコラボしようということでお昼に集まったんですけど、街中のレストランが駐車場がね、もう軒並み空いてなくて、スシロー行って、ね、代わりにしょうがないからそうキャンセルしてスシロー行って、で浜松の中でレンタルスペース、レンタルオフィスがなかったんでね、今日はご自宅、自分の自宅で、自宅の美容室で撮ってます。はい、はい、ということでね、はい、吉田さん昨日は、はい、実はね、SBS テレビ静岡放送ね、はい、テレビのね、地上波が吉田さんにね、密着取材ということで、はい、ね、ヨエロスっていう深夜の番組なんですけれども、TVer とかにも載るらしいんですけど、そういう、番組に密着してもらってて、あと浜松って実はすごい自分を応援してくれる方が多くて、昨日は50人ぐらい会場に応援してに来てもらったんですよ。すごいすごい、終わった後も打ち上げで自分もね、呼んでいただいて、吉田さんに行ってみたら、本当50人ぐらい、マインシュロスっていう浜松地ビール工房も、これがね、実は自分が大学の4年ぐらいの時にできたのかな、はい、だから聞いたら27年、はい、あそこでやってるという、すごいですよね。すごい、もうねなんかね、歴史を感じましたね、はい、その頃とね、同じこうなんか滑車とか置いてあったりとかしてまあそこでね、はい、本当にね、50人ぐらいがこうポワン飲んでてね、はい、でそんなね、環境が完璧に整った中で試合に負けるっていう、ね、まあこれがね、これがもうこれ自体が本当ね、あれですよ、都市伝説みたいな話なんですけどもう満を持してね、SBS テレビのスタッフたちが口をあぐり上げてて、え、負けんのみたいないや、その試合後に、やっぱ試合前に一応取って、試合後も取りに来てもらったんですけど、嘘でしょっていうような、こんなことってありますみたいな、もうなんかお通夜みたいな雰囲気でそうね、ね、アナウンサーとあと、はい、助手のね、はい、方がいて、はい、ね、アイドルなんですかあれは。ね、お二人、まあ綺麗な方が二人いたんですけど、聞いたら一人の人がアイドルで、もう一人の人はアイドル兼どうか、あ、そうなんです。一人はその川村奈々香ちゃんって言って、うん、ディープジュエルスに出てて、元仮面女子、仮面女子で格闘女子みたいな感じで、うん、もう一世を風靡した方で、あ、ね、そうですね。今もね、滝沢健太さんっていう雷神のフェザーバンタム級のね、ベスト4残った滝沢健太のタッキーって言うんだけど、はい、タッキーのジムでインストラクターもしてますね。え、ちょっとそれで聞いたんですけど、なんかプロレスもなんか1試合だけなんか DDT かなんかで出たんですよ。ああかもしれない。だから、ね、こっちに引き込んでね、いや、めちゃめちゃ可愛いじゃないですか。なんか可愛いです、可愛いです。で、俺、でもそれって練習してるのって浜松じゃないんですよね。そう、もともと現役の頃は代々木にあるミービーってとこで練習されていて、自分たまにミーミー顔出してて、まあ、ただプロ練とかでしたね、彼女は午前中、昼間練習したんで、ね、あれですけど、そうですね、いいんじゃないですかね、本当、なんかね、だから浜松のアイドルかと思ったんですよ、僕は。浜松でその格闘技の練習もしてるのかなと思って、その格闘技やってるって話を聞いた後に、昨日聞いたら、いや、東京に住んでて、東京で練習してますっていうのを言ってましたね。そうそうそう、だから俺も
行った時に女の子2人いて、あれっつって言って、うん、え、なんでいるのみたいな感じで、あの向こうからするとなんでいるのなのかもしれないけど、みんなファイター東京大阪が多いんで、そうだから、そしたら SBS でこう番組をやってるということで、すごいな。でもう一人の子も結構グラビアアイドルかならしくて、同級生でね、自分の同級生も昨日来てくれてて、あのつなぎ着てた子はすごいグラビアアイドルで、うん、めっちゃもうボンですよみたいな。ああそうなんですね。あ、なんか2人ともすごいね、綺麗な方で、可愛い。でしかも、うん、同郷なんですよ、磐田市出身で、あのピンクのつなぎの子、つなぎの子です ね、2人ともすごい綺麗で、もうテレビ全然見ないけど今度 TVer で見てみようかなと思って、はあ、僕はあの放送日決まったらまたご連絡です。ああお願いします、ね、と、なんか今つかみの話がすっごい長くなっちゃったけど、はい、今日のテーマが、はい、ありまして、はい、まあ、せっかく吉田さんに来てもらったんでね、プロレス界からのご意見番ということで、今、結構ね、人をディスったりすることが多いじゃないですか、はい、ツイッターとかでも、はい、でこれって、ガーシー議員もうやっぱ人に対してこうヘイトだったりとか、うん、悪口だったりとか暴露して人をこう迷惑、人に迷惑をかける感じ、うん、で、あとライジンでもね、はい、結構ディスり合いがあるじゃないですか。ありますね。これ試合前の煽りとしてわざとやってる人もいるし、もうそれが家業なんじゃないかってぐらいこう年中吐いてる人がいるじゃないですか。何人かね、思い浮かびますよね、まあ、ガーシー議員に関してもそうなんだけど、やっぱ昔から言われてるのは人を呪わば穴二つ、まあね、もう吉伝説でも多分、はい、もう、ね、あるテーマだと思うんですけど、はい、要は人を呪う呪詛の言葉を吐くと、まあ、それは相手にも行くし自分にも返ってくるよって、穴二つこう出口あるよっていうことなんだけど、実際ガーシー議員に関してはね、あれだけやってたらやっぱ自分にやっぱそれ以上のものが返ってきて、まあ、日本に帰れない状態に追い込まれちゃってるという、うん、そうですね。で言うとライジン、ね、格闘技界でおいてもね、うん、やっぱヘイトというか、はい、こうね、いろいろこういう人って誰が思い当たります？やっぱ格闘技界だったら一番最初にはね思い浮かんだらやっぱ平本蓮選手なんですかね。そうですね、昔からいろいろいるんですよね。ああ、朝倉選手とかも結構人もいるし、だけど今、ね、今をときめくって言ったら平本蓮選手ですね、やっぱり真っ先に、ね、人をこうディスってっていうのは、うん、